もいきますよ、はい、第4問です。じゃじゃん、はい、雨の日になると使うのはカッパ。傘ではなくカッパです。あ、確かに。そんなカッパという名前の由来は一体どちらでしょうか。 A 妖怪のカッパから名付けられた、 B 外国の言葉から名付けられた、どちらでしょうか。考えてください。カッパってあのさ、よく見るとなんかカッパの妖怪のカッパみたいな感じだから、海外でカッパっていうのは聞いたことない。いや、レインコートでみんな言うと。妖怪のカッパ？いや、でも妖怪のカッパって結構あの緑だから、うん、カッパも緑の方が多いから。え、それ、緑かわいい。それはね、いや、それはデザインによってはね。いや、かわいい緑のよく見るなって思うから。いや、そんなあんまり緑に。なんか、色が明らかない。なんかのカッパっていう、英語の何かから取ってみますよね。はい、では一斉に出してもらいましょう。せーの、ドン。 A、B、A、A。 あ、A。 じゃあ、アンちゃんから行こうかな。妖怪のカッパって、なんか水に潜るじゃん。うん。カッパは水に濡れてもまあ大丈夫じゃん。なるほどね。あ、確かに。れてる、はい。アンちゃんの言う通りそうかもしれないし、うん、なんか、レインコートって今時全然言わないから、うん、なるほどね、やっぱカッパなのかなっていう印象がすごい。はい、B の花山さん一人だけ。え、B で私一人なんですか。そう。ちょっと逆を言って逆を信じてみようかな。なるほどね。あんちゃんと、うん、外国語のカッパが思いつかなかったのと、やっぱりなんかカッパって言ってるのは日本人のイメージだったんで。なるほどね。やっぱりその妖怪のカッパから来てる。じゃあ A ということ、うんうん。はい、あんちゃん変えたいの。変えたい。外国語もいいの。5、4、A、 A、 A、 A ね。だよな。じゃあ A、B、A、A。 はい、いきます。金山さん、誰かも。ではカッパの由来はどちらでしょうか。正解は B。 あー、はい、16世紀ぐらいですね、日本に来航したポルトガル人がカパというですね、寒さや雨具を防ぐための衣服をですね、上に着用しているものがあったんです。それがカッパの始まりなんですけど、まあ、明治以降は防寒具ですね、寒さをしのぐものは逆にマントと呼ばれるようなものがあったので、雨具として用いるものの言葉はカッパということで一人出ししたと。もともとカパっていうもの、もともとカパで防寒と雨具をしのぐ、全部一緒だったんです、昔は。でも、はい、カッパに似てるからで、カッパとは全く関係ないです。へー、カッパの由来は、妖怪のカッパの由来は知りません。はい、というわけで、お、花山さん、並びましたよ。3、3、2、2、はい、やばい。2? はい、嘘。はい、いや、次はですね、ちょっと子供に寄せたクイズ。あ、え、鬼滅とかがいい。あと2問ですよ。あと2問です。はい、で、いきます、第5問です。じゃじゃん、子供が空に飛んでいってしまう絵本といえば寝ない子誰だですね。ああ、確かに。こんな時間に起きているのは誰だ。ああ、夜中に遊ぶ子はお化けになってお化けの世界へ飛んでいけと絵本には書いてありますが、そのセリフの意味とは一体何でしょうか。 A、 お化けになってみたい。 B、 お化けは怖い。さあ、どっち。昔絵本見た時なんか女の子怖そうだったから、ね、B じゃない、うん、なんか普通に流れで考えたら B って思っちゃう、うん、普通にお化けになりたいとか思わない。あ、でもその書いてる人がもしかするとお化けになりたくてその本をあの書いたかもしれない。そう、寝ないとママが読むのがこれです。じゃあママは寝ないとお化けになって飛んでっちゃうよって意味で読んでるんですけど、では回答を上げてください。いきますよ、せーの、ドン。お、A、B、A、B。 はい、わかりましたね。はい、じゃあ、かおりさん。私は B、普通に考えて B って思ったんですけど、うん、子供の遊びたいっていう気持ちを尊重したら、うん、こうバケになってまだ遊びたい。なるほどね。そういう、僕もそれもあったし、よく、はい、たまにお化けってなんか本当にお化けになってみたくないとかいう子もいるから、やっぱ、なるほどね、お化けになりたくて。なるほど、そういうことか。2人はじゃあ A ね、花屋さん B。 B、
もうじゃあなんでお化けは怖いものって染みついてるんだろうって思います。そうかそうかそうか、なるほどね。そういうものって教えられてるし、まあ、もしこっちだったらもう全然なるほど、ね、みんな勘違いしてるよ。お化けになって飛んでちゃったら怖いから寝なさいよっていうので染みついてると。染みついてるからお化けは怖いものっていう。はい、じゃああんちゃん B。 うーん、怖い、お化けは怖いんだよって教えるためなんじゃないかなって、うん、なるほど。ではいきますよ。さあ、この寝ない子誰だのお化けの世界飛んでいけの意味は A、 お化けになっていたい。嘘、あるな、やったよっこね、やった、よく人が当たった。作者曰くなんですけど、子供ってお化け好きでしょと。あ、そう、お化けって意外に好きでしょ。だからお化けになって飛んでってみたい、飛んできなって言ったら、飛んでってみたいって思う子もいるので、でみんなの世界じゃなくて違った世界に行ったらどんな楽しいことがあるんだろうという子供の好奇心をかきたてる意味の絵本なんです。なんで実はこれ寝かせつけの絵本じゃないんですよ。みんなだから寝ない子に、寝ない子だあれだって読んで、寝ないとお化け来て怖いよって思ってる。そうなんです。最初はこれは作者の人はそう、お休み前に読んでほしい本ではなかったんです。でもいつしかママたちがお化けと怖いものだと思ってるんで、寝るときにこれを読ませたら寝るんじゃないかと思うように使われるようになっちゃったって。お化け来るよって言われますもんね、寝るとき。そうそう、鬼来るとかお化け来るとかね。お化け来るよって。いや、よく言った、お化け。はい、では最後の問題です。第6問、じゃじゃん、これから寒くなってくると雪が降る季節になりますね。そんな雪、政府統計の統計で見る都道府県の姿、2020のデータで見ると1年間で雪が降ったことない都道府県は A、ある、B、ない、どちらでしょうか。都道府県ですよ。北海道から沖縄まで雪が降ってますかって話です。石垣島ね、東京くらい降ってない。降った石垣島が降らなくても沖縄が降れば沖縄県は降ってることですかね。そういうことだろうか。大体わかるよね、大体この辺降ってるのわかるよね。問題はこの辺っていうのがあるよね、うん、いやでも降ってないと思うな。なんか沖縄怪しい。怪しい、いやでも長崎とか降ってなさそうだけど、九州だよね、九州地方とか。さあいいですか、じゃあ回答を上げてもらいましょうかね。では一斉に上げてください、どうぞ。 A、 あ、全員 A になりました。 A、 A、 あ、仲良し。これは絶対 A。 そう、なんで。だってあの CO2 排出とかがたくさんあるから車の中いっぱいし、だから雪が降らないところもあるのかなっていう。なるほど、 SDGs がね、そう今流行ってるね。カーボンニュートラルの話ですね、本当。考えちゃう。はい、あんちゃんは？雪が降らなそうな都道府県も何個かあるから、あるんじゃないかな。ないかなと。花山さんは？本当にうっすらの記憶しかないんですけど、沖縄とかが降ったらもっと記憶に残るぐらいニュースになってたんじゃないかなっていう。なるほどなるほど。東京であんなに。去年あの量でなってたから、そうだよね、見てないな。なるほど、はい、川口さんは。そうですね、沖縄は暖かいイメージがあるので雪が降ると寒くなるのかな。なるほど。では正解発表します。はい、1年間で雪が降ったことない都道府県は A、 あるです。全員正解。はい、言い方で分かる。そこ？この2020のデータによると、まあ、2018年の気象庁のデータなんですけど、1年間で雪が降った数が0日なのは沖縄県でした。はい。だろうね。なんであとは降ってるんです、沖縄以外。ちなみに沖縄は1977年と2016年に1日ずつ雪観測してます。それだけ？本当にみぞれに近い雪ですけど。雨、はい、みぞれ。そうで、おっしゃる通り2016年の時の沖縄はすごいニュースになりました。沖縄で雪が降った。みぞれっていうのは雨だけ、雪だけど雨みたいな、ちょっとそうだから積もりはしないけど、うん、雪が降った、なんかべちゃべちゃみたいな。北海道とかみたいな雪にはならないんですよね。はい、ちなみに一番
雪が降ってるのは1位は北海道だろうね。1年間で131日。すげえ。はい、というわけで、今回の、クイズはですね、あんちゃんと神尾くんと花山さんが4問正解、かおりさんが3問正解。最初のやつがね、最初がちょっと響きましたね。というわけです。3人がトップです。おめでとうございました。はい、というわけで以上、空のことをもっと知ろう空クイズでした。それでは皆さん、今日はどうでしたか？やっぱりクイズとかもできて楽しかった。かおりさん、はい、まだまだ空について知らないことがたくさんあるんだなと思って、今日知れたこともあって面白かったです。じゃあ次、花山さん。はい、今までのクイズの中で一番好実績を残せたなと思って、はい、次は全問正解を出して頑張りたいなと思います。僕は、まあ、やっぱ前よりも難易度は、低くなってるかなっていう感じがあって、まあ、解きやすかったかな、うんうんうん、ちょっとやっぱり